はい、山寺です。今ですね、福山に来てるんですけども、福山のですね、視聴者さんの、お母さんがですね、やられてるスナックですわ。スナック、その名もスナック、ファイトさんですね。ファイトさん、こちらですね、なんかね、連れてきていただかないと、なんか僕一人ではちょっと入りづらいかなとかいう感じもするんですけども、どんなお店か楽しみです。今から入ってみますね。それではちょっと入ってみたいと思います。あ、どうも。なんかすごいおしゃれなお店になってますね。今ですね、スナックファイトさんですね。スナックファイトさん、ファイト何時からあオープン？大体普通ね、ゴルフの時とかの時は4時ぐらいから開けてますけど。ああ、そうですか。はい、そうですか。なるほど。で、夜は早くしまうんですか？そうですね、お客さんによってですね。はいはいはい、はい、そうですか。なんかええ雰囲気なんでね。どういうシステムなんだよ、セット料金があってみたいな、どういう感じでやってるんですか、ここは。大体参考までにちょっとチャージ座って、大体昔は2000円だったんですけど、はいはい、今頃1500円にしてるんですけど、はい、座って1500円、はいはい、そうですね、うんうん、で、まあ、ビールがまあ900円ぐらい1本ね、はいはい、大体その時間的にもよりますけど、まあ、ここのお客さん大体長いんですよ。あ、そうですか、そうですか。まあ、1人、まあ、大体4、5時間おられますからね。ほんで1人大体どれぐらいの予算で飲む？1人、まあ、キープがあれば、そうなんで、キープがあればまあ5000円ぐらいで、なかったら1万円ぐらいで、そうですね、それぐらいで飲めるところですね。わ、はいはい、かります、はい、ありがとうございます。そういうのはちょっとね、言うとかないとわからないんで。ああ、なるほどですということですわ、うん。はい、まずはですね、ハイボールをいただきますね。いただきます、ね、ありがとうございます。よう冷えて美味しいですわ。はい、うん、美味しいです、ほんまに美味しい。ありがとうございます。いえ、なんかいろいろ。ちょっと座ってこ。ああ、もうどうぞお座りください、ほんまに。こちらのサンマの煮付けなんですけども、丸ごと食べれるということでね、丸ごと、はい、もう骨ごと何も気にせんとこのままいける。はい、あ、じゃあちょっとこのまま一回、まあ、もう丸ごと。お酒飲みの人にはいいのかな。いや、それはいいでしょう。丸ごと食べれるんだったらね、ちょっといただきます、丸ごと。うまい、丸ごといきますね。丸ごと、お酒がつまりもいいし、ご飯のおかずに。うまいね。あら、うん。ほとんど骨感じませんわ。そうです。ここまで煮張ったんですか？あの、圧力鍋いうのがあって、まあ、それはまあそうですけど、炊いたら全部骨ごと、うん、炊けるんですよ。だから子供さんでも圧力鍋いいんですよ。いや、これは全然、まあ、丸ごと食べれますわ。びっくりしました。使うのは怖いけど。うん、これはねすごい、うん、ごぼうの豚でね、はい、豚で巻いたやつですね、はいはい、これ相当美味しそうですよね。ちょっとなんか太いごぼうですね。そうですね、はい、これ何でもね巻いて、はい、あ、僕最初ね、これなんかごぼ天と思ったんですよ、はい、ちょっとほら暗、ね、いから、あ、ごぼ天やなと思ったら違う、豚の、そういう買ってきたものはあんまり出しませんけど、そうですね、まあ、要は全部手作りですやんか。そういうことですね。ありがとうございます。ちょっといただいてみましょう。あ、うん、まあ美味しい、うん、ごぼうのね香りもすごくいい香りしますね。うん、完全に手作りですよ。そうです、うん、あ、ほとんど買ってきたものはあんまりほとんど出さない、うん、ね、お客さんに、うん、いや、これだ、人気あるでしょこの店。人気ありますよ。それも美味しいですよ。うわ、もうこれ、もうゆうちゃんももうめっちゃ上手ですからね。うん、これも手作りで稲荷を作ってきたんだけど、あ、みんなね、ありがとうございます。すごいですね、いろいろこういろんな料理がこうあってね、ほんまにね、あの美味しい、あ、うん、あ、ここはねもうすごいんですけど、また出てきたんですけど、なんかね、あの薄揚げをシューマイね、薄揚げで作ったシューマイ、うん、ですわ。で、上にねちょっとね梅が乗ってるんです。梅で、まあ、梅嫌いな人もったらあかんので、梅なしバージョンと梅ありバージョンがあるみたいです。ち
ちょっといただいてみますね。コーラはいいよな。コーラは美味しいな。うまっ。うん。美味しい。ほんで上に乗ってその梅がねまたね酸味があって食欲ですね。ピーナッツか。レンコン思いましたわ。なんか食感がレンコンと思ったんやけどもピーナッツが入ってるんですって。うん、うまい。下手な居酒屋より美味しいですよとか言って。いやほんまでもほんまにあの全部手作りやからすごいねあのいいと思います。ほんまにびっくりしますわ。ほんまにこれはここはお腹空かしてこなあかんスナックと思った方がいいもんね。ちょっとお客さんそうですね。常連さんが多いんですもんね。筑前煮ですね。こちらもこれ見る絶対美味しいでしょうね。この肉厚の椎茸、うん、これいただきます。美味しい筑前煮よこれ、うん、これはねやっぱりね皆さん喜びますわ。常連さんとかね間違いないわ、うんうん、ママって呼べばいい。ママハンバーグください。はい。美味しいから、ちょっとまたおかわりいただきたいと思います。すいません。はい。だし巻きです。いただきますよ。4000円ぐらいするんですよね。めっちゃ美味しい、これ。あ、こうちゃんとね、巻いてますわ。そらそらだけど美味しい、ほんまに。これまた酒飲みがあの好む味付けですね。あ、そうね。この人は卵焼き好きですよね、お客さん。うっすら甘みが入って、甘みも入ってね、うっすら甘み。卵焼き、まあ人それぞれね、うん、味がちょっと違ってたから。これ美味しいわ。ちょっとうっすら甘みが入ってるとかいいわ。うん。あ、うま。そう。薄いくらいかなって、あんまり濃いくしない方がいいかなと思って。うま。食べ物がすごく多くて居酒屋状態ですよ、うん、びっくりするぐらい。ママさんはね、なんか顔映ってもいいということで今から、はい、どうぞ、はい、なんかどうぞおっしゃりたいことがあれば。ええー、キシカンのスナックホワイトです。よろしくお願いします。でもすごいですね、こんだけいろんな料理、作りはってほとんどママさんが手作りでしょ。そう、ゆうちゃんのあれです。ゆうちゃんは映してませんけどね。この方の娘さんですから、どれぐらい別品さんかというのは想像してください。わかりますよね。ね、ありがとうございます。ほんまに来てよファイト。ぜひぜひ来てみてください。ゴルフ好きな人来てください。あ、そっか、そうね、ゴルフのコンペとかねやってはるということで、ゴルフ好きにはすごくいい。もう完璧です。完璧らしいです、はい、ママさんもゴルフするってことですね。もちろん。あ、よくインターネット載ってますよ、私の名前。あ、わかりました。らしいです。らしい、有名な人、有名な人。マーメイドで有名です。らしいですわ。これはちょっと皆さんゴルフ好きな方はぜひぜひ一度来てみてください。どんな人来たらいいですかね、場所的にね。これ場所どっから来るのかわからないけど、うん、福山駅からね、例えば、うん、春日池。あ、春日池っていうところで降りたらいいんですか。いい、そこのあそこは春日池かな、ハローズの前は。春日かな。春日っていうところで降りたいですか。バスに乗ってね、福山駅からバスに乗って春日で降りたい。そうですね。ファイトって調べたらなんか出てきますかね。多分出てきます。あ、うん、例えば食べログが出てくる、なんか出てきます、食べログで、なんか店のあれでなんか出てくると思います。あ、そうですか。ファイトで調べたら大体。本当ですか。あ、わかりました。 Google かなあれ、うんうん、出てくるということで、あのぜひぜひ来てみてください。ありがとうございます。ほんまに Google に私の写真が出ればいいんだけどとか言って。いや、ほんまに。あ、そんな出たがりやったら、出たがりって言うんですよ。ごめんなさい、そういう言い方失礼ですね、ごめんなさい、ね。全然出しますからということで、ね、まあ、この料理がもうすごいんで、皆さんほんまによーく出てますよ、本当に。
まあですね、ファイトさん行ってきましたけど、すごい楽しいママさんでした。ね、もっとね、めちゃくちゃもっと降りたかったんですけどね、さすがにね、バスの時間がないんで、バスね、バス乗るためにも帰りますけども、本当言ったら、もっとね、長い時間ね、楽しみたかったですわ。ということですね、もしよろしければでもですね、YouTube のチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それと、いつも私の YouTube を見ていただいている視聴者の方々、本当にありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。